どうも、デコボコ投資チャンネル、マリです。マツです。本日の動画は、私が運用している投資信託、アイフリーネクストナスダック100インデックスの運用結果を発表したいと思います。お願いしますちょっと噛んじゃったんですけど、大丈夫ですか？はい、大丈夫です、はい、マツ覚えてますか？はい、私が今年の初めの動画でアラサー OL 投資始めますっていう動画が上がっているんですけども、覚えてます？はい、覚えてますよ。初めて、投資をこれからやるんですっていう嘘をついた動画ですね嘘、まあそうですね、はい、まあ正確に話すと、ちゃんと自分で勉強して投資を始めた、うん、まあ、初めての投資です、ね、そうですそうです、はいはい。まあ、前回の積み立 NISA の運用公開動画ですね、はい、概要欄に貼っておきますけど、まあ、こちらは、まあ、何も考えずに、はい、とりあえずでも2020年の、まあ、6月ぐらいでしたっけ、うんうんうん、に積み立 NISA だけは始めたっていうのもあるんですけど、はいはい、それはもう勉強せずに、うん、もう言われるがままにやってただけということ、うん、はい、はい、本当に自分で投資をしたっていう意味では、その動画で初めてでしたね。そうです。もちろんあの松とかヒデヤさんの意見も踏まえながら、うん、自分なりに落とし込んで初めて投資をしたっていう、ちゃんと覚えてますよ。覚えてますか？はい、ありがとうございます。でそれが、今半年くらい経ったので、うん、その運用結果を発表していきたいと思います。発表する前に、まずこの企画で目標として挙げていたことがありました。それがですね、毎月1万円を積み立て投資して、だいたい約10ヶ月ぐらい投資するじゃないですか。そうすると元本が10万円になると思います。うんうん、でその10万円を使ってブランド物の財布を買いたいっていう話をしてたと思うんですよ、うんうん、なんですけども、利益を出して消費税分の利益は出したいっていうことをお話ししてたと思うので、 10% プラス 10% を目標にして運用していきたいっていう話でした。まあ、ということで、まとめると、この1年間、ナスダック100にコツコツと投資し続けて、消費税 10% 分は上回るような運用成績を出して、お得に、買い物をしたいというのが、今年始めた運用の目標となっております。はい、はい、なんですが。なんですが。すいません、財布買っちゃいました。とうとう1年待たずして、半年で我慢できず。はい、僕も驚きました、はい、なんかいい財布置いてあるなと思ったらもう買ってました、はい、まあ、とりあえずは運用は続けておいて、そして、まあ、年末ですね、うん、にどれぐらい増えたのかっていう報告と、うん、そしてちゃんとお得にですね、毎日の欲しいものが買えるのか、はいはい、それを、目指していく企画に路線変更しましたので、ではそしたら、まあ、今年から始めた、ナスダック100の運用ですね、はい、その途中結果の発表お願いします。はい、では早速結果を発表していきたいと思います。はい、それがこちらです。ということで、現在評価損益がプラス 6.5% になっています。まあ、プラス3398円ということですから、はい、はい、半年経ってとりあえず半分以上ですね、うん、はい、6% 以上ということで、うん、これがだからうまく順調に続ければ年内プラス 10% も全然可能性あるかなっていうような数字ですね。はい、これは順調な方なんですか？まあ、なんとも言えないんですけどね、うん、結局じゃあ年末迎えた時にボーンって下がっちゃえば下がっちゃいますし、はい、まあ今相場がいい銘柄はいいですから、うん、今調子がいいだけなのかもしれないですし、うんうんうん、まあ、もちろんね、未来は読めませんので、はい、なんと見ないですけど、まあ、とりあえずですね、半年経ってマイナスにいるよりは、うん、はい、可能性があると思いますから、はい、これってあの年末にマイナスになることもありえるじゃないですか、はい、その場合ってどういうふうな対策を取ったらいいですか？まあ、年末にマイナスになったら下がった分でしか物を買えません。ちょっと待って置いておくパターンもありますよ、ないですか？あ、ないですね。ない、はい、必ず年末に売ってそして買い戻する。ちょっとなんかリスクがあれですね。そうですね、はい、期間を縛ってる時点でリスクになると、はい、まあ、もしですね、最悪年末にあの暴落するか何かで評価損益がマイナスになってしまった場合は、まあ、それはまあもちろんあの待った方がいいですね、うん、まあ、その時にですね、企画上面白いから、はい、強制終了して買い物に行くのか、それとも、まあ、さすがにかわいそうだからね、まあ、暴落した分帰ってくるのを待って、うん、そして何かするのかっていうのは、まあ、その時に決めていきましょう。はい、わかりました。ということで、これが運用結果でした。ということで、ちゃんと勉強を始めて始めた積み立て投資なんですけども、うん、ちゃんとプラスになっております。ということで、少しは成長しているんですかね。
そうですね、大体は僕とヒリアさんの手助けがあったんですけども、まあそれでもですね、少しずつ投資信託とは何か、そしてちゃんと、どういったところに注意すべきなのかっていうのを、まあ、把握した上でですね、今回投資を継続しておりますから、はい、一歩ずつ前に進んでいるのではないかなっていうふうには思ってますね。はい、年末までに 10% 目指せるように、コツコツ積み立てていきたいと思いますので、ぜひ経過を観察していってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。